ドラゴンゲートネットワーク8月ライブ配信スケジュール、うわー、珍しく今日は、今回は弁慶がスタート、ね、珍しく弁慶が今日はあのスケジュール全部言います。よっしゃ、はい、お願いします。1日神戸ワールド記念ホール、うわー、すごい。今回はワールドがね、まあ4時のファイナルということもありますけども、はい、ね、4時のように気持ちよく最後を迎えていただくために、僕らハイエンド全員タイトルに絡んでいくと。そうですね、はい、僕と弁慶はツインゲート、まあ31日に、チャンピオンが決まるんですけども、はい、防衛戦があるんですけども、その、勝ち上がったチーム、はい、勝ったチャンピオンと、僕らが戦うと、挑戦するということで、まあ影も、ね、僕もそうなんですよ。僕も31日の勝者に1日挑戦します。はい、はい、で、ヤマトも、はい、ドリームゲート、はい、31日の勝者に挑戦するということでね、まあ、トライアングルゲートもマスカレート RED の勝者と、近藤大橋、ブラザーの、このアーガンイーソン、いや、すごい数ですね、これ、ね、はい、挑戦するということでね、すごい、見たい、かなり濃厚なというかね、はい、なんか吉野ファイナルにふさわしい、ふさわしい対戦カードが揃ってるんじゃないかなと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、はい、そうですね、今後のハイエンドの勢いも入ってますね。はい、そうですね、はい、はい、さあ続いて、続いて9日、はい、月曜、はい、エディオンアリーナ大阪第二競技場、はい、オーケーオーケー、大阪、大阪ですね、はい、はい、で、大事な大阪、そうですね、さらに、さらに11日には東京後楽園ホール、はい、来た、後楽園ホール、はずね、そして、はい、まだまだ続く、そして15日アクロス福岡、お、昼夜、おーしゃー、中夜工業、中夜工業です、はい、ね、親方、毎回ですけども、結構、はい、体力的に大丈夫かなっていう不安が毎回あるのよ、これ。昼の部でメインだった人が、うん、夜の部で第一だと、第一でもうすぐですもんね、もう慌ただしい慌ただしい、はい、まあでもそれでもね、ちょっと楽しめるかなと思うので、はい、皆さん期待しておいてください。お願いします、はい、そして21日は、はい、何かが起こる京都大会、うん、京都 KBS ホール、何が起こるんですか、これ何かが起きるんですよ。何かが起きます、はい。何かが起こる。まあ、毎回何か起こるね。毎回起きます。何かが起きる。そうですね。楽しみですね。はい。そして、地元神戸に帰ってきまして、はい、28日、はい、兵庫神戸三宝ホール大会。はい、29日には、はい、ドイナルキ凱旋大会。うん、来ましたね。そうですね。はい、ドイドイの凱旋大会ということでね、なんかいい8月の締めというような感じじゃないかなと思います、はい、まあとにかく8月は僕らハイエンド、かなりベルトも揃えて、盛り上げていきたいなと思いますんで、まだまだこれからもドラゴンゲートネットワークで盛り上がれ、ドラゴンゲートネットワーク。